お疲れ様、そらっです。今日はこちら小屋小屋小屋デッキやっていきます。さあ、ということでですね、もう現環境どころじゃないか、もうここ最近ずっとオワコンの、小屋たちを今日はね使っていこうかなと思います。まあ、クララはね、今何枚あんだ、全カード合計で何枚あんのか、どこで見れるのかさ、この辺から見れますかねと。116枚の使用率ね、116位バーバリアンの小屋でさえ、で115位ぐらいがね、ワンチャンクローンとかだって気もするんですけど、まあなんかクローン、ゴブリンの小屋、ん?ヤリゴブリンの小屋?もうなんかカード名すらも忘れたわ。あとオーブン?はい、この辺もね、この下の、使用率というわけでね、なんか使われないというか、なんだろうね、使う必要がないよねっていう、はい、カードではあるんですけど、まあこんなカードたちもね、強い時期はありました。はい。これが環境大量発生してる時代もねありましたっていう、ちょっとね懐かしさもありますが、ゴブリンの小屋らしいですね、カード名。はい。そこからね覚えていきましょう、やっていきましょう。ちょっといつもなんか小屋やるときは、まあバーバリアンの小屋だけとか、まあオーブンとゴブリンの小屋とか、だからそんな感じなんですけど、まあちょっと3枚一緒でも、まあ頑張れ勝てんじゃねっていう。どうなんだろう、頑張んなきゃ勝てねえかもしれねえけど、頑張りゃ勝てるんじゃねえっていう思いで、いけ、まあ、博士がペッカ一発ね耐えるのもちょっと許されないんですけどね。あー、なんかライドラってやばいから、いや、オーブンの範囲で、いや、こいつ優秀よ、ライドラを溶かす、いや、めっちゃいい、これやばいな。え、オーブン?おい、マジで。ぶっ壊れよ?もしかして。え、からの近畿道?弱すぎる!ちょっと待って。熱い。もしかして?もしかしてオーブンめっちゃ強かったりする?たまたま?いや、今のはいいね。うわぁ、めっちゃいい取り取りやけど、これ一応入ります。で、それはなんか、あんま意味がないけど。いや、いいトルネなのか。いや、ちょっと暇だなぁ。まあ、ババッコ屋はね、ペッカの受けとかでちょっと使えそうだったら使うけど、まあ無理に使わなくてもいいのかなっていう。あ、ボンボごめんな。まあオーブンでちょっかいかけて、いや、相手視点だるいぞ。まあ小屋はね、相手がブラスターだったり、ダガーガールだと、まあ特に弱いんですけど、こうプリンセスタワーにはね、そんなね、超悪い感はないんだよ。いや、このライドラだけね、怖い。よしよしよし。あれにさ、進化ボンバー出せたらマジ熱かったんだよな。え、相手視点だるそう。で、ペッカの防衛は、そう、ペッカ止まんねえだろと思ってアイスイーツ連れてきたんですよね。でも、このババコ出してあげて。いや、いい。ちょっと待って、ババコ屋がさ、もしかしちゃう感じ?やばい。あ、やばい。ほんとごめんなさい。マジでこれだけで負けんの話にならない。大丈夫よね。よし、無物なんか後ろが弱え。まあライドラだけ、まあね、考えてんです。どうやったらこれ耐えれるんだろうって必死に小屋を置いてます。あー、まあでも、ちょ、本命はね左なんですよ、これ。実はね、左を狙ってます。いや、マジよく耐えたな。ちょ、ババコヤいいのか悪いのか分かんねえな。いや、うざそう相手でも。待って、めっちゃ熱いこれ。ボンバーで、で、この進化ボンを延命する。うざい。あ、勝ったんじゃない？ほぼボンバー。あ、ラム？おい、さあ、ナイス。いや、ちょっと良かったぞ。今回はね、いや、まあ、クエイクとか引いたらものすごいだるいかもしんないけど、ちょっとよかった。ちょっとだけな。うわ、いいね、プリンセスタワーだと
相手視点オーブン五分ぐらい両方だるいんでね。施設3つだもんな。防衛はやや方、ああバレルとかでも嫌だな。回転がね、ああなるほど。うちのオーブンを延命したい、頑張れ。いや弱え。ゴブリンの声弱え。吹き矢スケバレ5か、まあ枯渇系ではあるよね。なるほど。まあババコヤ、まあ、置いてから考えるか。ちょっと吹き矢高めが嫌で割るが、やばい。これでさ親衛隊がちょっと入っちゃうのやだ。いや小屋がもうちょっと頑張ってくんねえかな。大丈夫かな。小屋の HP 強化してくれねえか運営さん。脆すぎるんだけど。やっぱ場に残るのがうざいんでね。もう槍ゴブリン2体ずつでいいからさ、HP 倍とかにしてほしいんだよな。正直。やばい。絶対に止まんないって話する。やばい。あの、親衛隊。親衛隊はマジでみんな嫌いだろ、おい。いや、耐える。親衛隊好きっていうプレイヤー本当にクロロワン8年やってて出会ったことない。結構ガチで出会ったことないかもな。いやみんな嫌いだろこんな。勘弁してよ。耐えるか。まあスケバレとマジチンパンだからな。お前のこと誰が好きやねん。いや俺は諦めてない。間に合って。まあ許されてんのか。いやあるなマジ。あるね。そのさ、ファイボで561落とそうとするのさ、やめてもらえないかな。マジあるよ。ありすぎてやばいよこの状況。最強の進化ペッコ、マジありすぎてやばい。いやマジ施設がいっぱいあるんだよね。いらねえ、いや家がいらねえ家がいっぱいあるんで。おっさいババが、余り物のババが、うおい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 、あっついらねえ家なら3つあるからね。オールブレイカー3回受けれます。スケバレも犠牲にね。ちょっとコスト重いんだけど、4コス5コス6コスのね、いらねえ家で耐えれます。うわでけえな今の。うわブラスターかよ。いやブラスターにはまあゴブリンの小屋はいいか。ちょっとオーブンはね本当に意味がない。空気になっちゃうんだね。ギャングね。まあババコヤどうなんだろうな。え、なんかさ多くね。またここつけ。まあ流行りのゴブリンシュタイン枯渇っぽいけど、まあ、ちょっと珍しいで言うとブラスター、何がどうなってブラスターなんだろうな。いやー知らねえな。ペッカ殺しのね。いやームレートもなんか強えよな。ちょ勘弁してほしいかこれ。ふざけたわけじゃないんだよな。至って真剣にやってこれなんだよね今。
ちょっと痛いんで早めに芝居て、いやまあいやどうなんだ、いやまあ大砲ムートブラスターってお前好きだろそのフォルムが変な兵器持ってんな、やばくない大砲、え全部一緒やん、大砲ブラスタームート、その形好きすぎん、いやまあ許容もね、このゲーム基本中基本、ちょっと美味しい匂いがする、だいぶ、え、マジでペッカぶっ壊れすぎんって思ってんだろうな相手がいやマジでぶっ壊れペッカを倒すためのもうムート大砲ブラスターなのに結局ぶっ壊れペッカに負けそうな相手がいる、今の私は冷静、このロケットはねないと思うんだよ、でも大砲があるからね、ペッカプラスのラムじゃないと、やべ、こっから生きて帰れる、でも外回りはアホすぎる、あ、まマジでマジでいやちょっと勝てそうなのやばいけどな、ほんとに全てが邪魔だったな3つの家全部が邪魔だったな、やばすぎる、ブラスターなのもやばいしな、いやワンチャンったの悔しいね、あそこまでのペッカ嫌いがいてちょっと勝てそうなんだよな、でもすごいな、無限の可能性ね、進化ペッカドラムマジこの小屋お荷物3種盛りセットをさペッカが補ってんだよな、あんまババ小屋も雑に置きたくなかったり、どうせペッカラムだよとかなんだろうなどうせね、え、相手さ見えてねえのかっていうぐらい左のババがちょっといい、いや苦しい、これでラム来られるだけで、一旦ね一旦家いっぱい建てて、いやーよかった。生きた生きた。生きたことに価値はある。そのさ、頭使ってやろうぜ。本当はキング起動もしたいんですけどね、LSP。そんなことないよ。いや、これちょっと熱いか。トリトンとかあんのかな？
おお、いやー、ま、待ったか、よく。これラム普通に短期いっちゃいたいけどね。多分ライトニングとかないんだよ。あー、それだけでちょっと強い。うわ、範囲攻撃の、やべ、これゴブリンシュタインが忘れてました。いや、これだけで勝つ。ちょっとだけいいババコやね。で、近畿したい、ワンチャン熱い。いや、甘すぎる、アルツマジ粘ってるよ。いや、ペッカラムボンバーでダメージ稼げるんだよな、一応。逆行け、行かねえか。もうちょっと残るが、いや、これババコ1個上にしとこう。逆性ラム釣れます、これで。いや、だるいな、でも、まあ、相手してもだるいだろ、お互い様だろ。めっちゃいい、ペッカのタグも優秀。え、なんか、これそう、左行こう。左が入ってる、左が入ってる。おつあ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 、いけいけいけ、こや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 、おつあつあつあつ、ちょっと待って、左行こう、左行こう、左行こう。ボンバ届くんじゃない、おめえはバグだろ、いけ。うわ、惜しい、マジで惜しすぎた。いや、ダメで削ってやろう。ちょ、マジで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 、え、ボンバ、おめえマジでイカれてんな。熱すぎる。え、もう勝利の幸せの相手頑張ってるけど、あ、やり込みが近い。うわい、でっけ。いや、ちょっとちょっといいのかよ、おい、ちょっといいのかよ、小屋よ。え、ベッカラムか。いや、全然全然勝てんのか、これ。お荷物じゃねえのか、もしかして、こいつらは。いやー、まあ、1倍タイム耐えたのも良かったか。相手のね、中型スペルがなければ、なんかワンチャン耐えて耐えて、奇跡的に声が刺さるパターンも、あるらしい。さあ、新鋭隊な。まあ、ゴブリン乗り出し、ロイヤルホグ、ホバリング砲みたいな、感じだと思うけどね。身体ちょっとだるい。あー、マジで。なんか、モジャオくん多くない？まあ一応進化ペッカ回るし。しかも檻もあった。珍しいな。あ、珍しいな。あんま見ねえな。やべ。ウィザードしょっぺえな。なんか見ねえな。相手もなんかこやこやみたいな見た目。雰囲気一緒なんだよ。範囲攻撃。これね、仕方ないか。仕方ないか。いや、相手のデッキはなんかイカれてんな、これ。やばいな。もう行かれてくれてたら、行かれてくれてるだけ勝ちやすくあるか。いやー、終わったかも。なんかだるい。
本当に相手のデッキだるいだけなんだよ。ちょっとね、この今日クラロワ始めました対決やばすぎる。いやマジなんで、その、まあ、仕方ない仕方ないんですけどね、結構屈辱やばすぎる。ちょ、ほんとにジャングル隊に迷い込んではいるかいやまあでもこれにも勝てないんだよな。ちょ、勘弁してほしいな。マジ今すぐ捨てたいこいつらお荷物すぎて今すぐ捨てたいんだけどな。いやーもうきつい正直。そんな舐めたレシピは許しません。よし、相手は大量クエイクデッキ。まずいかクエイクまずいか。え、ああ新鋭対ロイホグか。まあホバリング的なねものがあるよ、ね、なんか嬉しそうだな。いて神相性引いて、それは嬉しいだろう。うん、お願い。うわ、まあさすがに出すか。まあ言うてあれか、クエイクとかがないのか。ヤナメレイジかヤナメタルババかみたいな。いやまあ一倍耐えたら奇跡あるかな。頑張っている。ホバリング法ですね、課題はね。いや、言っちゃいたいけどね。いや、いつ、芝居とくか。いて。やつもいますよ、と。まあ、これ、右サイド。許容したかったけどな。新鋭隊ってすごいな、本当に成長したな。結構おもちゃ寄りのカードだったんだよな。まあ可能性はあるか。相手がちょっと俺を舐めてくれてたら嬉しかったり。やべ、前に行っちゃう。キンキうめえな。ん、ちょっとありそう。進化ペッカドリームというものがこの世には存在するんじゃないのか。え？もしかしてだけど、もしかしてだけどね。で、延命したかったけど。お互い呪文ないよ。
熱っマジで本当にいや、まあ、小屋のおかげで耐えれてはいいのかな。いやでも小屋がなかったらもっと楽に耐えれてそうな気もねしなくもないんだよな。さあゴッドくん、なんか奇跡的に神相性とかねえかな。一旦家建てて考えるか。多いよねあんたたちも。アイスピカーもこの時点でホグ、ラム、枯渇、まあそういう系ね。まあ、家はいっぱいあるんだよね家しかないんだよな逆に。よしよしよし、えい、古城ババか。まあどうせムートとかがいんのかな。メガナイトとかいるかなこれ。いなさそうだよな。あやられろ。なんか残ったユニットにさそれつけとけばいいと思ってるやん。でもカウンターがさ家なんだよね俺のカウンター家置くしかできねえんだよな。ちょっと勘弁してよ本当に。いやーマジでな、どう頑張っても勝てねえかこれ。相手のデッキなんかたまにいるけどそんな強くないんだよねこれ。神器、まあ陸で攻めるデッキなんで別に俺が守れば勝てるんですけど、別にてか、守れば勝てるんで守れるんですけど攻めれないんだよその致命的な。いやまあマジ全然可能性あるよね。進化ボンでね、わ進化ボン欲しすぎる。マジで暇なんで仕方ない。やらめの手玉足して、いや相手もねその攻めが遠い。うわトリトンこっち向きすぎだろお前。え、なんか気づいたら結構入ってる。熱い熱い熱い。えそんなつもりないのに気づいたら結構ダメージ入ってんな。でマザネクもなんかハイスピと熱い熱い熱い。いいよ、俺って苦しそうになってんね。あれ流れが来てる。いや小屋あるかんだ。えマジなんか小屋小屋っぽい感じになってきてんね。いやこれめっちゃ熱い流れじゃない。オーバーヒールある。やばいこれ来た。施設とかもないから止まんねえだろ。ああ誘導はうまいんだよ。でも限界もあるよねクララって。どんだけうまくても。よし、うわーでけえ助かる。小屋置いて勝てる。うわマジで美味しいな。このねちょっと変わった。まあ俺ムートとかは何もできないんですけどね、相手が攻めてくれれば攻めてくれるだけカウンターのねチャンスが生まれるんでありがたいね。どんどん攻めてこい対戦相手よ弱そうだろ小屋弱そうっつって来てくれる相手ほどねチャンスです。テスラかー。いやなめ、あまりテンプレートでは見ないね。やべ待ってミスった。どう考えても反応が遅い。一発入っちゃうよね。いってマジラムライダー買って。いやでもハイスピが、いやこれババコガで受けるかペッカで受けるか悩むな。ペッカでいっか。
金掛けどしたかったけど手札的にちょっと難かったな。え、なんか優秀だな。どうしよう、ちゃっちゃ小屋置きたいけどラム釣りとかされんのやだな。下に置こうで、ラムを高めのババ小屋で受けよう。お、めっちゃいい、槍ゴブリンはみ出る。うわめっちゃ嬉しい、この槍ゴブリンの一発が嬉しすぎる。ポイズンとかじゃなかったらね最高。でも柳雨出てるんで柳雨レイジとかだと思うんだよな、最近のでいくとね。いやボンバーの進化も貯めてあげたいな。ええ、おいしい、結構いいな。あ、これ本当はロケホンに打ちたいんですけどね、あの後ろから出すカードなかったんだ。いやーまあこれについてくるロケット押しちょっとだるいけどね。いや、え、めっちゃ入ってるやん。で1個上にしてどっちからのランムも釣れるようにして、なんかむずいな。絶対ババコヤのおかげで耐えたかあの位置にババコヤ置くやつあんまいねえだろうけど、なんだっていい。今暇なんでラム飛ばして、まあこれがタワーに届くかって言われるとまあそうではないんだけど、まあ一応逆もケアしたかったんだよな。なんか負けそうになってきた。さっきのメガナイトもっといいの あったな絶対。いや、ケツペッカできたら熱いけどな、普通にこのネチネチでもいい。うわでかい、相手めっちゃ来るんだよな。そのめっちゃ来るのは正直美味しいけどね、美味しいけどどうなんや、相手もこれ守んねんできねえからなめっちゃ来たイコールタイミング変に被ると怖いな。相手にがるんかい、いくつって冷静すぎる。俺言っていい、ケツペッカ、一応ライトニングはもう負けすぎて割る、いっぱいある。よし、うわこれ来たんじゃない。でまあ縦の選手もここのボンバーで、ボンバー頑張れお前、もっと何にも当たってないその角度で見て、これ突破できないわ、なぜなら家が3つある。なんなら4つも置ける、あっついライトニングでなるもんね。うわー家3つの良さ、良さがあるよ、良さが、家3つだからこそのねいや勝てる、うん、まあでもラムはね通りにくいんだろうけどね、なんか相手が攻めてくれるからこそダメージが通るんだよね、一生こもられるとね。まあ対戦相手のなんだろうね、プレーに委ねないといけないとこあるが、頑張れてんなまだ。アイスピね、まあ高回転、まあ全然ペッカラムの高回転みたいなのもいるんでね、それもあるし、まあロイヤルホグもあるしゴブリンドリルもあるか、
まあ守りたそうなデッキだね。クレイクやだな。いやーマジでつまんなさそう。一発、まあまあ、でもゴブリンシュタインってことはね、ボンバー、まあ別にホグもラムも何でもある。でまあこんな攻めは絶対通らないんでね。まあラムだったらいいなというか、ホグだったらこれクエイクなんですよね。お願いクエイク取れなかったらラムのライトニングドリルよ。ポイズンやじゃあ。それはそれでだるいね。だいぶはみ出し。まあ進化ボンバーとかだと思うんよね。いやドリルかー、めっちゃ守られるやんじゃあ一生守られるやん。一生防衛されるのちょっとまずいね。ポイズンで壊れるもんね。いやこれまあ進化アイスピだったな。1枚がと進化ドリルとかかな。まあババコヤはねいらないんだろうな多分。これでしか勝てない。でも逆にこれで勝てる。いやあの大砲がさ嫌い。終わったか。ワンチャンをつかむのが、なさそうだな。こいつマジやばいよ。笑えないよな。いやー大砲がぶっ壊れすぎるな。マジワンチャンあるよ。マジでファッキューすぎるそれ。あーもう、まあ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 足手まとい3つあった俺には頑張ったんじゃないっていうね。こやこやこやでした。なんかさ次進化大砲と進化マスケがね登場するらしいんですけど、もうそんなんええからどう考えてもこやを進化してくれや。ええこれ以上強くしてどうすんねんっていうところで、皆さんね、まあ、興味ある人いないと思うんですけど、こやこやこやもんね、やってみてください。じゃあ、おっしゃだね。